ですけども、なんかノーマルの技だったなというような印象しか持たないですよね。得点が後ほどご紹介します。さあ池谷出てきましたよ。日本池谷平行棒、低難度の技から入りました。デアミドフ、さあフィニッシュは止まるか。前振りひねり倒立から屈伸のダブルサルトですね。屈伸の2回宙返りですね。ちょっと前にのめりましたが、はい、0.1 の減点でしょう。しかし内容としては非常に安定してましたしね、落ち着いて演技してますよ。ここは棒の片方だけを使いました。そうですね、ディアミドフから4分の1ひねってますね。屈伸ダブル、はい、 D 難度です。着地前一歩、小西が 9.70、 山田 9.75、 まあ、原点としては着地だけですからね、9.8 ぐらい出るかも分かりません。そうですね、はい、9点、あ、その通りです、9.800、